皆さんこんにちは、旅子どもです。私がなぜこんなに朝早くから小走りをしているかというと、今日はクッションフロアを貼る日なんですけれども、その前にゴミの日ということで、朝8時までにゴミを出さないといけないので、大荷物を持って満員電車に乗ってこの旅子ども部屋にやってきたというわけです。無事にゴミ出せてめでたしめでたしという感じです。はい、では私がクッションフロアを貼るにあたって、まずは部屋の間取りと DIY の構想についてお話ししていきます。興味がないよっていう方は1分ぐらいすっ飛ばすといいと思います。で、このツッコミどころ満載な間取りなんですけれども、私、部屋全体をコンクリートだったり、鉄骨みたいな、こう、ささくれまみれの木みたいなもので、ちょっと倉庫っぽくしていきたいので、今、茶色く点滅している側に木っぽいクッションフロアを使って、で、今度グレーに点滅している側にコンクリート調のクッションフロアを使っていこうと思っています。で、まあ、こう何がおしゃれなんかと非常に参考したのが、Pinterest という画像を検索できるサイトで、こう男前とかインダストリアルとか検索ワードにぶち込んで、調べてたくさん出てきた中から自分のイメージを固めていきます。結構海外の写真が多くて非常に参考になります。で、結果こちらがクッションフロア代表として選ばれた選手たちです。リビング用がこちらの暗すぎる色の木。で、ベッドルーム用がこちらの冷たそうすぎるコンクリートみたいなやつです。じゃあね、早速貼っていこうねということなんですけれども、こういきなり突然なんですけど、この意味不明な状態の意味不明な間取りの場所で解説をしていきたいと思います。はい、そんな感じでまずは角に沿ってマスキングテープを貼っていきます。で、私が使ったのはこの積水の和紙粘着テープというもので、幅は6センチのものです。で、なんで6センチなのかっていうのはそのうちご説明します。で、貼り方も何も特になくて、本当にただ角に合わせて貼っていくだけです。で、どうせこう見えないし下地なので、重なっても空気入ってもいいんじゃないかなというのが、まあ、個人の見解です。で、これ今すごく狭苦しい空間でやっているんですけれども、基本的にはこのリビングの空間、広い空間でもやり方は同じです。広かったら間にもう一本足したり、あとバッテンに貼ったりすると、このクッションフロアが浮きにくくなっていいんじゃないかなというふうに思います。はい、こんな感じでマスキングテープがもうすぐ貼り終わりますので、その上から貼るのは今度は、クッションフロア用の両面テープっていうのを貼っていきます。それがこのアイテムですね。で、これ商品的にはこう賃貸 OK 貼って剥がせるという風に書かれてはいるんですけれども、こう退去するときに剥がれなかったとき地獄を見るので、慎重派な、まあ私みたいなタイプ、慎重派なあなたは、マスキングテープを貼ることをお勧めします。で、この両面テープが幅が5センチのものだったので、はみ出さないようにするために、マスキングテープを6センチの幅を選んでいます。で、3センチの幅のものを二重に貼った方がコストが安いっていう風にも説明があった場所があったんですけれども、まあ、ズボラなのでめんどくさくて6センチのものを買ってみました。で、この、両面テープはマスキングテープの上に、とにかく貼っていきます。はい、貼れましたね。これ部屋全体に貼っていくの結構しんどいし、ゴミが入ると多少の苗感があるので、やる前に掃除してからの方がいいと思います。で、これが貼れたらいよいよクッションフロアの登場です。貼りたい面積よりもちょっと大きめにカットして、なんとなく敷きます。それでこういよいよ切っていくんですけれども、私的にはこれがマストアイテムになります。クッションフロア用のカッターなんですけれども、壁も床も傷つけずに切れる、スパッと切れるっていう優れもので、作業効率も300倍ぐらい上がる気がするので非常におすすめです。で、これでこうさっさといらない部分を切っていきます。よく全然見えなくて申し訳ないですが、まあこれで我慢してください。で、こうやって切っていくんですけれども、これ角だけこれは届かない仕様になっているので、こうジベラーとカッター、あとはハサミなんかを使ってカットしていきます。ジベラーはホームセンターでワンサカ手に入ると思います。で、ぐんぐん切り進めていくんですけれども、この地形が本当に厄介で、なかなかスムーズにお伝えすることができてなくてごめんなさいという感じです。で、傷つけないということが一番大事になってくるので、カッターを使うときは下に何か敷いたりした方が安心して切れると思います。
と、まあ、全然スムーズではないんですけれども、こんな感じで切り終わって、こう、いよいよ両面テープを剥がして貼っていきます。って感じで、全然見えない、やってるところ全然見えてないんですけど、まあ、やってることとしては、両面テープをただ剥がして貼っていってるっていう、ただそれだけの、あれですね。で、こんな感じで貼れました。よく見るといろいろすごい雑なので、透明のみから、お届けということで、ご勘弁ください。はい、今の作業と同じことを広い場所でもやっていきます。なんですけど、こうクッションフロアがむちゃくちゃ重くって、一人だと結構扱いが大変なんですね。で、おそらくこういうのも、まあ、慣れてくれば大丈夫なのかなというふうに思うんですけれども、この動画では悲しいことにクッションフロアに遊ばれている私の姿しかお届けできません。本当に容量が悪くて、こうカッターの扱いも下手で、すごい指という指にダメージを与えまくったので、皆さんもやるときはぜひ気をつけてください。ですが、カッターの刃の折り方とかもこう、むしろやったことあったっけぐらいの感じの私でも、この DIY 楽しいっていう風に思えるので、こう不器用なあなたもレッツ DIY という感じでしょうか。はい。こんな感じで、全然こうね、形が合わなくて、非常に困って一旦諦めるという私でございました。まあそんな感じで困っていたら、私の友達が手伝いに来てくれまして、ワイワイ楽しみながらやっているうちに、こう動画も撮り忘れてほぼ完成状態からのお届けです。もうこれ最後のこの両面テープを剥がしてクッションフロアを貼るっていうところになりますね。で、これ大変なのは、こう家ってすごいまっすぐのラインで構成されているっていう風に思ってたんですけど、実はそうじゃなくて、かなり斜めな部分があるんですね。だから絶妙に隙間ができちゃったり、今度は逆に絶妙に斜めに余って切らなきゃいけない部分があったりっていう風に大変です。これもしかしたら古いお家あるあるなのかもわかんないんですけど、まあ私の家はそんな感じに斜めでしたというご報告です。それで、これ、クッションフロア同士の境の部分は、1センチくらい耳っていう言われている部分があって、その耳同士を重ねておいて、その重なり合っている部分を切ることで、こう、ビッタビタに、ぴったり貼れるっていう仕組みになっているんですね。なんですけど、こう、不器用な私は全部お友達にお任せしてしまって、しかも本当に、使えないことに動画を撮るのも忘れてしまったという、すごいごめんなさいな状況になっています。とまあそんな感じでお友達が来てくれたこともあって、リビングのクッションフロアは1日ちょっとで貼ることができました。本当に皆さんありがとうございます。でなんですけど、この私クッションフロアのオーダーを盛大に間違えてしまいまして、今何メートルも家に余っている状態なんですね。で余ってても使うところもないので、欲しい方いたら、ぜひ DM をお願いいたします。大募集中です。と言ってる間にですね、最後のパーツを貼っているシーンになっています。みんなの顔がすごい疲れているのが動画を通してなんかわかりますね。もうすっかり夜ですから、皆さん本当にありがとうございます。ということで、散らばった両面テープのゴミを片付けてできました。はい、ビフォーがこちら。からのアフター。それでもう一丁、全体図のビフォーがこちら。からのアフター。かっこよくなりました。超大満足です。はい、ということで、今回の動画もご覧いただきありがとうございました。一つ目の動画を自分で見て声が暗すぎて大反省して、今回は少し明るく喋ってみましたが、少しでも何かのご参考になればと思っています。動画がすごい雑すぎて全然参考にはならないと思うんですけれども、それでは次の動画でお会いしましょう。旅子どもでした。